はいえー、今回のホテルルームツアーは、ザ・プリンスギャラリー東京清一町ラグジュアリーコレクションというホテルになります、えー。お部屋はですね、クラブデラックスキングというお部屋でして、フロアは35階にあるお部屋になります。35階というのはですね、このホテルの中でも、えー、お部屋があるフロアとしては最上階の、えー、お部屋になります。最後ですね、景観をご覧いただきたいと思いますので、えー、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。 では早速ホテルルーームツアーを進めていきましょう、えー、まずベッドなんですけどもご覧くださいこの部屋のやっぱり全体的な印象としてはですね、まあえー、スタイリッシュモダンっていうんですかね非常にこうスタイリッシュ感あふれるお部屋になっておりますけども大きなダブルベッドがドーンと真ん中に置かれております、えー、ベッド見ていきましょう枕が2つ、えー、計4つですねあとこのさらっとしたですね セレクッションいいですね、えー。ベッドサイドにはですね、このメタルでできた、えー、ライト、そして読書灯があります。この辺もすごくシンプルでモダンな感じですよね。えー、ベッドサイドにはですね、こういったあのタッチパネルがあるんですね。これすごい最新ですよね。例えばこのフットランプっていうのを押しますとですね、消えるんですよね。 これ全部ですねお部屋の照明がコントロールできるようになってますあとこのブラインドカーテンもですねこちら全部電動なんですよねこのカーテンブラインドを、えー、このタッチパネルでコントロールできるっていうのもすごいですよねちょっとやってみましょうか、えー、例えばこのクローズとしますとガーッとこう下がっていくわけですでストップを押して上げるとこんなのがですね タッチパネルで全部できるわけですよねすごい最新鋭ですよねあとエアコンのコントロールえっ、ー、とサービスこれ入り口にあるライトのコントロールですねすべてこのパネル1枚でできるわけですすごいですよね最新鋭ですよね電源と USB ポートもありますのでスマホの充電にも使えるかと思いますあともう一つすごくこうまあ最新鋭というか現代っぽいのはですねこちらのベッドサイドには iPad が置いてあるんですね同じようにですねこちらでもあのお部屋の照明ですとか、えー、ブラインドのコントロールがすべてできるようになっていますあとニュースとかですねホテルのサービスのオーダーなんかもできるんですねすごいですよねこれ iPad が置いてある、えー、目覚まし時計にテレフォンメモ帳とペンも置いてありますはいいかがでしょうか えー、それではリビングコーナー見ていきたいと思いますけどもやっぱりこのホテルの特徴的なリビングコーナーはですねこれリビングコーナーって言っていいかどうか分かんないんですけどもこの窓辺にですね一面に引かれているソファーなんですよねこれ他のホテルないですよねご覧くださいこの高層のフロアからですねフロアの、えー、景色を このソファーの上に寝そ,ば寝そべってですね、楽しむということができる、非常にこの素敵なですね。デザイン。ここも革でいいですよね。この落ち着いた薄い茶色のですね、革とクッションが置いてあります。これ結構長いんですよね。ちょっとこの映像でお分かりいただくかどうかは難しいんですけども。まあ、寝そべっても十分にこう足が残ると。スペースが残るような、非常にこう長い。 奥行きのあるソファーになっておりますもちろんこの先はですね、えー、景色になっております、えー、テーブルなんですけどもこれガラスですね透明のちょっとこう厚みのあるガラスがガラステーブルが置いてあります、えー、2本のミネラルウォーターそしてチョコレートこういった折り鶴もいいですよねこれ結構凝った折り紙ですよね メッセージも置いてありますあといろんなこう案内とかですね本ですねラグジュアリーコレクションのガイドブックなんかも置いてあります、えー、続きましてテレビ周りですねご覧くださいすごいスタリッシュじゃないですかかっこいいですよね液晶テレビが完全に埋め込まれていてですねこのテレビの感じにしないですよねこのガラスの、えー パネルに埋め込,められ埋め込まれれていいるという感じですこれ触るとちょっと指紋がつきそうなんで触らないんですけどもご覧くださいめちゃめちゃスタイリッシュですよねいいですねそしてテレビのリモコンがこれまた面白いんですねこんな富士山の絵が描いてあるそして開けると、えー、テレビリモコンが入ってるんですねでこれ上に穴があるんでですねこのまま使えるんですよねリモコンとしてすごいこれあの 外国人の方がすごい喜びそうですよね。はい、ちょっとこう江戸スタイルっていうかね、和風スタイルが出ているというところです。えー、デスク周り見ていきましょう。えー、こういった形の、えー、備え付けのですね、デスクが置いてあります。やっぱりこれすごいシンプルですよね。ミニマムっていうんですかね。えー、私こういうデザインすごい好きなんですけども、えー、ミニマムな テーブルしかもスタイリッシュという感じですデスクの上には坊主の Bluetooth のスピーカーそしてこのライトデスクライトもすごいおしゃれですよねこのメタルのバーでできたですね1本の LED のデスクライトになっております、えー、こちらはですねちょっと開けてみましょうか鏡面台なんですねライトがパッとつくということで これもすごくシンプルでおしゃれですよねここを開けてみましょう USB と HDMI イ、えーサネット LAN 電源がありますこのなんかやっぱりすんごいシンプル感がやっぱりこだわりを感じるんですよね、えー、こちら開けてみましょうこれは防災の手引きですねこれ重要ですよねそしてこちらはこの 黒いボックス開けるとですねレターセットなんですけどここにですね「ハッピーステイ」って書いてあるんですよねすごいなんかこうメッセージ性を感じますよねレターセットおしゃれなレーサーセットが入っておりますえ a n ケーブルにこれスマホの充電ケーブルですねこれも何気にオリジナルのですね袋が使われております えー、アンケートですねこれ私必ずですねチェックアウトの時に書くんですねやっぱりですねこういうものをしっかり書いてですね、えー、ホテルに感想を、えー、伝えていくっていうのもですねやっぱり私ねあの大好きなんですよねこれホテルのキーが入っておりますでこのフロアはですねあのクラブレベルのフロアなのでエグゼクティブクラブラウンジのですねサービスを受けることができますちょっと見てみましょうか えー、クラブラウンジへのチェックインチェックアウトができますよとでクラブラウンジですねこの下にあるんですよねこのフロアは三十五階なんですけども一つ下の三十四階でこの上ですね三十六階は、えー、ロビーがあるんですねロビーフロアあとレストランなんかもあります、えー、クラブラウンジのご利用ということで、えー、朝の七時から夜の十時まで開いておりますとで朝食が七時 朝7時から10時までティータイム2時半午後の2時半から4時半までそしてお楽しみのイブニングカクテルサービスですねこれが5時から7時夕方の5時から7時になります楽しみですねあとですねこのボードミーティングルーム36階でこれ会議室があるんですけどこれ2時間使えるんですよねこれちょっと私なんか使ってですね一回なんかこう 会合みたいに開いてみたいななんてちょっと企んでおります。駐車員サービスということで、靴磨きのサービスも提供されております。いいですよね。充実してますね。はい、それではミニバー周りを見ていきましょう。まずここがですね。こうミニバーになっているんですね。で、えっ、ー、と真ん中、えっ、ー、とそれから向こう側がクローゼットになっております。ちょっと開けてみましょうか。すごいですよ。ここをこう開けるんですね。 そうするとアイスポットにデロンギの湯沸かし器そしてネスプレッソのです、ねえー、コーヒーメーカーがありますすごいですよねこれオレンジでいいですよねおしゃれですこちら開けてみましょうこちらを開けますと冷蔵庫が入っております開けてみましょういっぱい入ってますねシャンパンあとシメイなんかも入ってますね私好きですよ結構あとあの これあれですよね結構これお店にあまり売ってないやつですよねあの果汁70%のジュースですねいろいろ置いてありますビールも置いてありますし、えー、ペリエにエビアンこれ全部あれですねお水ですよね4種類あるって面白いですよねはいその下には日本茶を入れる茶器が置いてあります これいい色してますよねいい色してますねこだわり感じますよねはい閉めておきましょうえー、その下を開けてみたいと思いますミニバーですね山崎もありますよウイスキーと、えー、ドライジンボッカーバカルティですね揃ってますね あと、海外ものの、こんなスナックなんかも一通り置いてあります。これ、ネスプレスのカプセルですね。コーヒーカプセルです。あと、この、このティーバッグですね。ティーバッグ、これ、オリジナルなんですね。プリンスギャラリー東京九一号と書いてあります。オリジナルのティーバッグ。これはこれは紅茶ですね。紅茶と、これ、緑茶ですかね。3種類ありますね。ワインオープナーなんかもちゃんと置いてあります。 この下はカップですね。ね。揃ってますよ、ね、すよごいこれいいですねこの色が、えー、ティーカップのセットとグラスのセットが一通り置いてあります充実してます、えー、続いてクローゼットを見てみたいと思います開けると自動的に電気がつくとライトがつくという感じでですね中もこれ白いこう塗装がしてあってですね高級感ありますねバスローブも置いてあります これはあれれでですすねねスリッパです、ね、これもですね結構いいやつ使われてるんですよねラグジュアリーコレクションオリジナルのスリッパが2つ置いてありますはい、えー、続いてこちら開けてみましょうこちらは、まあ、いろんなとこ棚があるんですけども、えー、アイロンこれですねティファールの珍しいですよね他であんまり見ないティファールのアイロンですねアイロン台 そして、ランドリーセットパック、靴磨きのセット。これもオリジナルです。そして、えー、セキュリティボックス。あ、これ、電源ちゃんとありますね。これいいんですよね。なんか、あのスマホをですね、中に入れながら充電するということができる木の利いた、えー、電源があります、えー。ランドリーセットですね。ここは空。 そして、えー、室内入りですね。これ浴衣が2着入ってます。この下にもですね、ちゃんとパジャマ2着あります。これ赤とこれ青ですか、黒ですかね。男女ちゃんとこう分けられるようになってます。これ何気にですね、高級感があるのがこの引き出しをですね入れるとこうスーッと入っていくやつなんですよね。わかります。スーッとこう入っていく。これがですね。 なかなかいいものを使っているっていう証拠なんですよね。はい。これ入り口の、これやっぱりタッチパネルになってます。ですね。起こさないでください。消したりできるんですね。いろんなパターンがあります。木を刺すと電気がパッと入るという形になっております。では続きまして、えー、水回りをちょっと見ていきましょう。はい。開けます。 まず洗面台見ましょうかこちらが、えー、洗面台になりますすごいライトがまぶしいですねすごいですねこのスタイリッシュな雰囲気を感じていただけますでしょうか、えー、見ていきましょう、えー、まずですね、えー、こちらアメニティスポンジですねそしてこちらにはボディタオルが2つあります ここもやっぱりタッチパネルになってますね。バスルームとか、これスクリーンっていうですね、これ押すとですね、こちらにお風呂があるんですけども、バスルームになるんですが、バスルームの向こう側がこう透き通ってるじゃないですか。このバスルームスクリーンっていうものをタッチするとですね、向こうがあれが真っ白になってですね、プライバシーを守るということができるような仕組みになってます。最新鋭ですよね。石鹸、そしてシンク。 いいですね、このちょっとイタリア製ですかね、これ。おしゃれですね。このジャグジーもイタリア製だと思います。おしゃれなジャグジーとシンクが使われております。タオル、そしてカップ、これも何気にこだわってますね。いいですね。このグラデーションが綺麗な赤とグリーンのですね、カップが置いてあります。えー、こちらにはですね、このル,ルメドっていうですね、ブランドの アメニティが置いてあります。ボディーローションそしてシャワージェル、えー、コンディショナーシャンプーそしてマウスウォッシュですね一通り揃っておりますこの拡大鏡もこれライトが入っていてすごい新しい感じがしますねはい、えー、続きましてこちらアメニティ見ていきましょう、えー、歯ブラシこれは爪を磨くやつですかね、えー、櫛、ヘアブラシ見てくださいこれ。 ヘアブラシ、中。これほとんどですね、こう、あの、アメニティのレベルを超えたものが入ってるんですよね。すごいしっかりしたいいものが使われてます。えー、ヒゲ剃りそして、これはシャワーキャップですね。あと、綿棒。綿棒だけでこんなにこう凝ったですね、えー、ケースに入っているんですね。あと、これがですね、えー、バスソルトですね。 グレープフルーツ、そしてゼラニウムということで、後でもお風呂に入るときですね、使いたいと思います。タオルも、入ってますよ。えー、大形ですね。これもスタイリッシュです。えー、お手洗い見ていきましょう。ここ開けてみますと、パッと電気が開いてですね、自動開閉の、えー、高性能なんですね、等々のオーシルットが使われております。はい。 え続いてバスルームを見ていきましょうこちらバスルームに入りましたはいすごい高級感ありますねこれ大理石ですかねお風呂用の枕やっぱりこの明るい雰囲気いいですねご覧だけますでしょうかあそこにこう間接照明が入ってですね すすごくいい雰囲気になってますこれも同じイタリア製のやつですかねこの手すりも全てがこう統一感があるというスタイリッシュなデザインになっております、えー、これはですねお風呂の椅子なんですけどもやっぱりこの上にですねちゃんとこうレインシャワーがあるんですねドバッとこう浴びながらですねのんびり過ごすということができるのではないでしょうか えー、これも統一されてますね同じメーカーのシャワーヘッドが使われておりますはいバスルームを出ましてあのー、バスルームのですねこのスクリーンちょっと入れてみたいと思いますこれをしますねご覧くださいパッ押すとですね真っ白になるわけですね もう向こうからですね、このお風呂に入っている姿を見られるということはないということですね。これを押しますと透き通って見えるということでですね、最新鋭ですよね。では最後にですね、このお部屋の景観をご覧いただきたいと思います。えー、カーテン開いてみましょう。これ開けるというボタンを押してみます。 開けますとですねこれさーっとカーテンが開いていくんですけどもいかがでしょうか35階の景観でございます東京の一面がばーっと見えますよねこの空のグラデーションもいいですね今夕暮れの直前なんですけどもあのあちらの方がですね新宿ですよねあれ新宿のビル街が見えるんですけども多分これ夜になったらめちゃめちゃ綺麗だと思います、えー、夜になりましたらですね この窓際にあるこのソファーに猫がろぎながらですね夜景を楽しんでみたいなと思いますえいかがでしょうかえ今回はザ・プリンスギャラリー東京清井町ラグジュアリーコレクションのクラブデラックスキングというお部屋をご覧いただきましたえマイラーズ TV ではこれからもホテルの楽しみ方を配信していきますホテルの楽しみ方がわかるチャンネルマイラーズ TV ぜひチャンネル登録をお願いします 最後までご視聴いただきましてありがとうございました。